たまたまだ。じゃん。拭いたかった。すごーい、よかった。あ、いた。いた。おっとっと。よかったじゃん。よかったね、お誕生日おめでとう。おはようございます。今日はまつりさん誕生日当日の朝です。前に飾りつけたり写真を撮ったりした誕生日も Vlog に上がってる。だけど今日が当日で、今日はディズニーに行ってきます。その朝の様子を今撮ってる。今日顔やばくない？いつもいるように顔パンパン。昨日寝る前にパソコンをいじらないといけなくて、その時にザクザクパウダー食べながら作業やっちゃったから、寝る直前の甘いものって絶対むくのよね。分かってんだよ、分かってるけど、やってしまうんですよ。今スキンケアを SK2 とケトレディウィズミーで前紹介したのと変わんないから、ファミと、アサヨクリームは8位で、ちなみに何時に起きて何時に家出ようねって言ってたんだけど、普通に何時に家出ようねの時間に起きました。私たち、私とまつり寝坊です。初めてのディズニーランド、ゆっくりのんびり行きたいと思います。なんかちょっと絶対雨降るね。どんぐむり、これで行けたら最高じゃない？暑くないから一日ね。うん、いやなんか暑さ対策とか今日なんか安心かなと感じ、うん、水分取ったりするけど、なんかそのやばいかもとかないね、うん、この感じ多分。おいしい、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとう。2歳どうですか？2歳になった感想は。ハッピーって言って、ハッピー、うい。パパと朝から YouTube ですか？メイクをします。もうすごいよ、朝からプラレールが何台走ってますか？2台走っておりますので、動画に電車の音がすごい入ってると思いますが、朝起きた瞬間からさ、プラレールが毎日走り出すっていう、結構常にガランガランって言っているのが最近の日常なので、うるさいよね、ごめんなさいね。メイクは変わらずいつもと一緒です。あー、こんな顔パンパンなのでメイクしたくないけども、今日はディズニーランドに行くだけど、イエーイ、私中学生とか高校生ぶりかも、ランド。うん、しかも人生で1回しか行ったことないランド、その時だけ。大学生になってから、大学生やったら C だよね。そう、 C に行くじゃん。だからランド、あ、ありがとう。だからランドは中学卒業して高校入る前みたいな時期ぶりだと思う。 C もそんなにめっちゃ行ってるタイプじゃないから、ディズニー初心者なんだよね。だから今日ランドうまく回れるかな。いや心配だね。心配なんか。なんか YouTube のさ、ディズニーランド動画とか見たけどさ、マジみんなプロすぎてさ、回るの。一応なんかインスタでまとめてる投稿とかは保存したけど、まあなるようになります。あー、日焼け止め塗りたかったんだった。まあいっか。これでちょっと日焼け止め入ってるからいいです。日傘持っていくからね。また電車が走り出しましたね。電車しよう。一人でメイクしよう。どんな反応するんだろう、忘れ。ミニー、ミニーって言ってるから。なんかさ、結構松井さんの性格的にさ、楽しい場所とか連れてってもさ、
すぐイエーイとはなんないじゃん。じわじわ慣れてからイエーイってなるタイプだから、結構最初ぼーっと見てると思う。いろんなものテンション上がるの時差があるタイプ。遊園地自体初めてだよね。そうだね、そういうとこ行くのは初めてかも。なんかさ、私はずっと田舎生まれ田舎育ちだからさ、ディズニーに行くなんてもう夢みたいなさ、子供の時とか話だったのにさ、こんな2歳でさ、うらやましい人生だよ。朝マック寄っていく？あり。あり。終わり。終わり。じゃあリックもなんか食べるかも。そうだね、絶対食べるね。今日まだこんな感じだから人少なそうだね。いや、夏休みやで。確かに。私の誕生日はゴールデンウィークで、松の誕生日はクリスマスから年末でしょ。で、まつりさんは絶賛夏休み期なので、結構みんな繁忙期なんで、どっか行くにしてもね、誕生日。ちょっと今日は一日お外なので、ウォータープルーフのお魚にします。どうしてね、バースデーボーイ。りくん、カメラにバイバイできますか？ピースできますか？昨日ね、あのハラペコアオムシのさ、あの絵本あるじゃん、食べ物のページがあるんだけど、こうやって自分でね、ハッて撮って、あっ、めっちゃ食べてた、ずっと。そういう遊びやってました。そういう遊びできるようになったんだ。あ、何食べてんの？化粧？何食べてんの？今日はお出かけだから、うちのアイノキのアイシャドウ、この黄色の方、キラキラさせたよ。スリーのリーフレクトグロー、久しぶりの登場。 OK、 むくみの顔がちょっとマシになりました。完成。準備できました。私はこのカベサのトップスにいつものスラックスで、オールブラックコーデでいきます。ちょっと耳をつける気満々なので、あのミニーちゃんが映えるようにオールブラック、まつりもオールブラックを着ているから、ちょっとおソロコーデみたいな感じでいきます。ちょっとだけ荷物紹介すると、子連れディズニー初めてだけど、まあ、ちょっとこう何持ってけばいいかなって調べて、まあ、基本的に多分お出かけと変わんないけど、これヒップシートは絶対持っていこうと思ってます。あのアトラクション乗るとき預けて、並ぶ時間がほとんどだと思うから、絶対これいるなって思ったのと、あとはいつも以上にちょっとおやつを入れているっていうのと、あとは日傘と、まあ、日よけ、私の帽子、これはかわいい帽子を入れたのと、あとは釣りは日焼け止めも持っていってて、これママベビーの日焼け止めを入れてる。あとは食事用エプロン、もうくしゃくしゃ、食事用エプロンいつも使い捨てのここに入れてたり、そう、なんかさ、あれなんて言うんだろう、クールリングみたいな、あのみんながつけてる、ここに暑さ対策でやってるやつ持っていこうかなって思ったけど、再凍結が外出先だと難しいので、一旦持ってかずに、ちょっと飲み物を、多めに、買って持ち込むんで、ちょこまめにそういう暑さ対策はしようかなと思ってます。あとね、ディズニーランドホテルに一泊するので、一泊分の荷物がこんだけになっちゃった。3人分なのにこれだけ。なんだろうね、なんでこんだけになっちゃったんだろう。まあ、私のスキンケアをいつもはちゃんと瓶ごと全部持ってたりするんだけど、今回はこのカチエイテのね、トラベル用セットを買ってて、帰省が多かったり一泊どっか行ったりってすることが多かったから、コンパクトになってる。あとここにコンタクト入れたり、あとクレンジングも試供品とかもらったやつを持ってったり、あとパックも今日日焼けしそうだから絶対したいので、パックもここに、ドクターエルシアのパックをここに入れてるから、もうスキンケアがすごい軽くなったから荷物が少なくなってる気がする。そうね、あとはここに3人分の
下着とまつりのパジャマが入ってたり、明日着る服も私もこう上下別々の服持ってったらかさばるので、こういうめっちゃオールインワン、これもカベさんのオールインワンなんだけど、こうオールインワンをこうやってちっちゃくして持っていきます。荷物さ預けれたらいいけど、まあコンパクトになるに越したことはないので、はい、あとはカメラを持っていきます。結構前に買ってた扇風機も一応持ってく。あとまつりさんが今大好きなあの銀座線のおもちゃを入れて行ってきます。バイバイ、行ってきます。バイバイ。よだれすごいんだけど。ディズニー行ってきました、まあ、誕生日が終わってもう何日か過ぎて日を改めて今撮ってるんですけど、めっちゃ楽しかったです。初めて子連れディズニー、もともと私がそんなにこうディズニーマニアとかディズニー好きではなくて、あんまり行ったことなかったからめちゃくちゃ初心者で行ったけど、それでもやっぱり夢の国は最高に楽しかったですけど、暑すぎて体力が本当に奪われて、ディズニー行った日と次の日、その次の日ぐらいはめちゃくちゃずっと疲れが溜まってるなみたいな、ちょっと熱中症じゃないけどなんか夏バテみたいな感じになっておりまして、まあ、やっと復活しましたので購入品紹介でもしようかなと思います。そんなにめちゃくちゃ買ったわけじゃないんだけど、やっぱそう普段からそんなにこうディズニーアイテムを集めてるわけでも全くないけど、やっぱり夢の国に行くとさ、なんかいろいろ欲しくなっちゃって買っちゃうよね、ということで紹介したいと思います。まず、あ、耳ね私はスパンコールの耳をつけて、まつはこっちのミッキーのサングラスをつけてパークで遊んでました。なんかさ、ディズニーでこれつけたらルンルンで可愛いのに、家でつけたら結構やばいよね。これとかこれも可愛かった。これとかね、やばくない？家でつけたら浮かれてる感が半端ない。あとはまあお土産系でお菓子を買って、この40周年のケージのお菓子、こっちはチョコチップクッキーと、これはチョコレートサンドクッキーとか買ってきました。まだあったけど、ちょっともう家族と会社とかいろいろお友達とかに分けちゃって、今残ってるのはこの2つ。こっち家で食べようかなと思ってるお菓子。あとはこれを買っちゃった。かわいいよこれも。これはなんか見つけた時に、あ、これかわいいと思って手に取ったら、まつりも見ちゃって、ねえじゃねえじゃんっていうスイッチが入っちゃったので、まあかわいいし買ったんですけど、まあ多分ね、これおもちゃっていう、まあ一応このこう動かせるようになってるんだけど、ディズニーリゾートラインのなんかこの限定っぽいラッピングになってる電車おもちゃ。これはなんと4000円もしました。だからプラレールとか子供へのおもちゃっていうより、多分こう鑑賞用の可愛い電車なんだと思うけど、なんかまつりは手に持つ感覚が好きみたいで、結構家の中でもこれを持ってますと。もう一つがじゃーん、プラレール。まあこれも誕生日プレゼントの一つってことで、もう電車が大好きなので、ウェスタンリバー鉄道でパーク内でも一番最初に乗ったので、ちょっと記念として買いました。これはプラレールで、あのちゃんと電池でレールを走るようになってるので、まつりの電車コレクションの中の仲間入りっていう感じで、やっぱこうプラレールめちゃくちゃ今後も増えていきそうだけど、ディズニーはすごい可愛くて、まあ私もこれは好きです。あとはもう一個、これもまつりのお土産というかおもちゃで、トミカのミッキーマウスの車を買いました。そう、これはまだね開けてないんですけど、これはもう速攻でまつり当日に開けて遊んでたからもう開いてるけど、これはまつりというよりかは私が可愛いじゃんと思って買ったトミカです。あとは
まつりさんの T シャツ買いました。これが100センチ。これも40周年の限定になってる。かわいいよね。なんかこうディズニーってめちゃくちゃキャラものとかたくさんあると思うけど、普段私服で着るならこれぐらいのミッキーめっちゃかわいいなと思って買いました。で100センチからしかなくて、まだ全然大きいんですけど、まあ、来年着れたらなっていう感じ。40周年限定だったからついつい欲しくて買いましたのと、多分これコンバースのなんかコラボなのかな。ここにコンバースって書いてある。はい、 T シャツかわいいよね。あとはグラス。なんか本当にディズニー行ったらキャラもの買っちゃうのなんでっていう。普通にミッキーのコーヒーモーメンって書いてある。コーヒー用のグラスかな。わかるかな。こんな感じのミッキーのグラス買いました。普通にシンプルに家でガンガン使えるかなと思って、なんかコーヒーでも別にいいし、水でもいいし、ジュースでもいいし、なんかこうお家にお友達が来てくれることも多いので、まあ普通にグラスは何個あってもいいなと思ってたので買いました。なんか冬に行ったらね、マグカップとかめっちゃいろいろあって、マグカップもすごい惹かれたんですけど、普通にさこれにビール入れてもいいかなと思って大人用で2つ買いました。あとはこれは私が可愛いと思って買ったメモ帳6種類。このさレトロなミッキーめっちゃ可愛くない？見えるかな。なんかそのなんていうの、こっち系のミッキーも可愛いけど、このアニメっぽくなってるレトロなミッキーめっちゃ可愛いと思って、なんかついつい自分用に買ってしまったんですけど、なんかさ例えば家でメモするときとか、なんかちょっとさ紙に書きたいみたいな時とか全然うちにそういうのがなかったので、そういうのとか、あとこう友達にプレゼント送る時とか、なんだろう、物を送る時にちょっとメモ入れたりとか、かわいいね。ちょっとした用途にいろいろ使えるかなと思って買いました。こんな感じで、なんかこういうメモ帳とかめっちゃ子供の時好きだったな。めちゃくちゃ集めてた。あとね、ディズニーランドホテルに泊まったらこのエコバッグがお部屋にプレゼントとして置いてあって、それも持って帰ってきた。どんな感じなんだろう。かわいい。こんな感じのディズニーランドホテル限定のエコバッグもゲットしました。はい、以上が、ディズニーランドでの購入品でした。もう久しぶり、もうほんと中学生高校生ぶりぐらいに行ったから、もうめちゃくちゃ楽しかったので、また近々遊びに行きたいと思います。では今日も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。